人が完全にいなくなってしまわれた。ちょっと待って、配信台募集。というわけで、そばめしさん、バザーサハラさんですね。そばめしホックスサハラシークですね。で、これが初戦です。トーナメント初戦です。マイクつけますか。コロノトリ対モッシュ3
さて、とりあえず様子を見ていきましょう。並びデラックスプレイヤーの方が見てくださってるの、配信内にいてくださるといいんですけれども、まだ今初戦始まったばかりで誰も手が空いてないという状況で、しかも今回の大会なんと運営が2人しかいないので、結構運営側に人を取られております。さあ、というわけでその元での僕の状況解説なんですけれども、あら、はい、サンストック対サンストックになりました。そばめしボックス VS サハラシーク、1戦目はそばめしボックスが取っていきました。そして、お互い2ストメに突入していますけれども、パーセントは23対59。さあ、戦場はこのサハラさんがこの手選んでいる様子。さあ、間合いの掛け合いが結構激しく行われており、今もうまく相手のところに刺して上様を当てていきましたが、でここからさあフォックスが入ってくる。つかリフレクターが外れるけども掴みにつなげる。下リフレクター、上様リフレクターからつながるか、中ゲストのようやすフォックスが回避出てしまったけれども、ブラスター復旧、上様が待っていたか、おっと頭ぶつけたが、これは無理でしたね。きついですね、ここの復帰は。さあ、 2スト対2スト、しかしパーセントは6対95。さあ、リフレクター当ててクーエヌが当たって、この復帰をどう処理する。これ上がってきたところに、さあフォックスまだいるだけで、さあここはおっと質問が当たってしまうが、ファイアボックスを当てて逃げる。32対112、フーゴが当たってブラスター距離を縮めてリフレクター当てて、さあフォックス起きたところ、シークが待っていて掴み、シークウエスマー外れるが、ダッシュ出してシーク側はダッシュを当てる、空中した、だから掴んでシークが横強、空前ナタが当てて、フォックスバーストシークが逆転していく。だおっと、ウエスマーを出して、これで流れを呼び戻せたか。さあ、そばめしボックス VS サンサハラシーク、さあ投げ伝が始まる。読みがつながる、上様外れる。さあ、そばめしボックス、ここから流れを取っていきたいが、ここからフォックスがリフレクター空前で返されてしまうが、空 N を出してブラスター、ここからどうする、ダッシュを食らってしまい、リフレクターボックス側が掴まれる。ここでリフレクタージャック上投げ、空後、リフ出して、空後出して返されるけれども、リフから上スマ、さあ追いついてきたか、空前を食らうが掴まれて、シークがダッシュで浮かす、空後一気に決めて、シークおっとしたスマでファースト。サハラシーク1本を返していく。3戦目に突入。そのうちフォックスはどこを選ぶのか、終点。さあ、3本目いってみましょう。関西の人は終点なんですか。はい、関西は終点大会がしばらくの間続いてたので、そのうちさんはその時代からいる人なんで、終点の方がいいですね。というわけで想定さんでした。はい、で試合3問目始まりましたけど、大きくリードですね。やっぱキャラ的にも終点の方がいいんですか。だいぶサーラさんがだいぶ使った速い行動が得意みたいなんで、はい、それに対してそれがなくなるのが結構まず一つ大きいのと、やっぱりその S さん自身の経験が違うかな。大好き、まあ、1、2本目で戦場を選んできたあたりで、やっぱり終点の方が不利かなっていう部分はありました。あとシークはだいぶ使った火力が結構高くなってたので、そういう意味でもフォックスは戦いやすいというわけで、セオリー通り
現在同じストックパーセントは5対120、そしてフォックスがバーストだけど1ストック丸々リードという展開になりました。これは投げがフォックスが返している。今のシークはスタハネから攻めのスタハネをつないでいかないと火力はなかなか取れないので、はい、でもリフレクター出されると辛いですね。ミスっちゃうとこいつが来ちゃうんですね。あ、浮かされた時が多いんですよ。台のあるスペースが取りやすいんですよ、はい、降りにくいと今みたいになっちゃうわけです。だからあの空中横移動があまりなくて落下も遅いんで、こういうのが大変なんです。つらいですね。だというわけで3ストライク1ストパーセント66対27、シトクリードはそばめしボックス。だなぜかよくわかんないけれども、会場ではまさかの普段の X スタッフがアナウンスをしている。朝来たら当然のように梅木さんがアナウンスをしてたのがびっくりでしたけど、本当感謝です。20対81、シークが厳しい状況、崖に追い込まれている。ブラスターが張られている。ダッシュダッシュウエスマー強い。さあソバメキフォックスがしっかり3本目を取って終了ですね。14番テレビでお願いします。ただいま16番テレビでハブ子対皇帝キングまで、はい、ハブ子対皇帝キングまで16番テレビお願いします。3番テレビ開きました。あれ、俺の名前って呼ばれてました。勝ったんですよね。すいません、報告行きました。よし、OK、OK。そばめしたい筋肉が2番テレビでお願いします。どこ対どこですか。蒼天対